明日からお送りします、カルトです。今日はですね、このマルチチームで撮影してるんですけど、なんと今日はね、スペシャルゲストがいます。さあ、それは誰なのか登場してもらいましょう。よいしょブレイキングダウンで言うのはね、ヌイボンさん。あ、はじめまして、ブレイキングダウンで一番人気で有名で強い選手やらせてもらってます、ヌイボンと申します。お願いします。よろしくお願いします。甘神からなスタートですけどね。甘神も買いましたけどね。ソマさん、いや、めちゃくちゃ面白いですね、ヌイボンさん。ありがとうございます。いや、嬉しいな。今日は、まあ、マルチチームでヌイボンさん来ていただいて、この後ね、はい、サイン会あったりなスパーリングとかもですかね。いや、スパーリングとかね。スパーリング、スパーリング聞いてないですけど、マススパーリングやっても書いてあるんで、マススパーだからね。あ、後ね、修正機で消しておきます。はい、ある、はい、あると思うんですけど、はい、ね、まあ、前撮りということでね、今ね、はい、2人でコラボ初かな、僕のチャンネルだったら、もしかして。はい、初コラボ、まさかのヌリ坊さん。すみません、ありがとうございます。何しに来たかっていうと、まず、はい、こう僕自分の事業でミスタースティックって会社やってるんですけど、いやいや、これあのエナジーストーン繊維が入ってて血流が良くなって保温して立ちやすくなるっていうパンツのマカカキエキススッポンが入ってるので、こっちもこれにいいよと。腸内環境を整えて若返り効果があるこのサプリとパンツ履けば夜のブレイキングダウン間違いなしでしょうという。これいろんな格闘家がね、履いて勝ってるわけですよ。はいはいはい、試合に、試合でも履いてる。これをライジンで勝って、はい、ブレイキングダウンで勝ってるって、みんな勝ってるんですよ。はい、はい、これみんな履いてくださいってことですわ。それを今日売りに来たんです。なるほど、それのために来ていただいて、はいはい、それのために来ました。なるほど、はい、だけど実態はあそこに書いてるのは、はい、なんか塗り棒さんとスパーリー勝ちスパーリング一回そこはあのマッキーでぐちゃぐちゃって見せてます、はい、というね、はい、じゃあこれをね、まあ、この宣伝も兼ねて来ていただいてるということで、ありがとうございます。概要欄に貼ってあると思うんで、はい、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、僕とヌリ坊さん、まあ僕はね、皆さんね、知っての通りグラップラーなんでね、まあ、ヌリ坊さんはねマジやばいって打撃キックとかね、はい、やられてると思うんですけど、今日はね、グラップリングスパーリングやっていただこうと思いますね。ヌリ坊さんのグラップリング多分見たことないと思うんで。そうっすね、ないっすね。初公開ですか。僕やったことないです。あ、じゃあハワード相馬チャンネルで初公開のヌリ坊さんのグラップリング。はい、ただ僕ちっちゃい頃からもうずっとプライドとかヒーローズとか見てて、やっぱり僕寝技で決めるのがやっぱ僕 MMA の醍醐味かなと思ってて、これ嬉しいですね、はい、これ嬉しい。打撃で倒すより僕は決めて勝つ方が俺は好きっす。あ、寝技、はい、フィニッシュがいい。そうっすね。はいはい、で、トークがおいくつ。僕今25です。あ、25、はい、俺が33になるんで、はいはい、まあ、人生の先輩としてもちょっと格闘技の厳しさをしようかなって思ってます。はい、おー、これは嬉しいですね、はい、知識は結構あるってことですね。あ、そうっすね。はいはい、はい、よっしゃ、はい、早速ヌリ坊さん初グラップリング、はい、スパーリングやっていきましょうか。お願いします。ではやっていきましょう。はい、お願いします。おっ、すみません、ルールがよく分からなくて、はい、グラップリング、グラップリングでね、はい、ですか。そうです、まず最初は、はい、あの、あ、じゃあアイスですかね、こう、パチやって、グーですね、これ。初めてやった。コンバチスタイルですね。コンバチ、はい。そんで、この状態からスタート。まあそうです、こんな感じ、まあ、確かにスタートですね。で、まあ、ざっくり言うと打撃なしですね、殴る、蹴るなし、フィニッシュは首絞めるか、関節を壊すか、ね、関節技、締め技だけ。でもうダメだったらタップね。そういうことです。高3の石はタップ、はい、タップしなければ壊れちゃうか失神しちゃう。ルールは OK ですかね。ルール OK です。じゃあいきますね。なんかその打撃強い選手じゃないですか。で足換とかでやれたらざまみろと思うんですよ。ああ、ミクル君があのクレベルに負けた時もよっしゃって言った。ジジイえそこは気に入った。おじさんが変なこと言ってるよ。よし、いきますか。はい、お願いします。そうだ。し
ボツで。体重差は10キロちょいあるんだろうな。10キロぐらいは。痛い痛い。よし、決まりましたね、これは。でも何今の十字でもなく腕十字と見せかけて、なんか何今の痛い技をやるっていうのは。2分リプレイ出ますかね、このなんか変なやつやられたんですよ。ああ、腕十字と見せかけてのね。あれ何、もう一回聞いてもらっていいですか。はい、これちょっと解説しますか。あとなんか、うん、もうなんかわけわかんないような技がいっぱいあった。これですね、基本このね、こういう形になった時は、うん、腕をこう伸ばして腕十字なんですけど、うん、こういう風にちょっとね、力強い人がね、例えばそうなんですよ、こういう風にクラッチがね切れなくて腕十字いけないっていう時に、ここに腕入ってるんですけど、こう足でこうやって固めるんですよね。そして、押し込むとこの腕の骨が、ね、ちょうど相手の筋肉にね刺さる感じで。痛い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 。決まる。分かった分かった。ああ、痛い。痛いよ。痛いよ。っていう仕組みですね。こういう技を使いました。次はね、いよいよ総合格闘家がね
登場するんで、バトンタッチしようと思います。いや、いらないです、大丈夫です、いらないです。僕の役目は終わったんで、いや、塗り坊さんも待ち遠しい感じであれしてるんで、ちょっと登場していただけますか。行けますかね。あ、来ましたね。と言ってたら来ましたね。まあ、僕の動画にね、何度も登場してますね。皆さんご存知、丸山大輝選手です。ここからはね、まあ、僕はね、今ね、組み合わせだけだったんですけど、ここはね、プロの総合格闘家キック、一旦キック、あ、じゃあ一旦キックの次はね、打撃のスパーリングが見られるということでここは一回ね、準備してもらって引き続き見ていきますか。キックの何すか。キックのマス、マスね、マスね。ということで、まあ、スパーリングです。スタート。応援してやれ。すみません、そんな役が足りない実はそんな役が足りない。頑張れ。待って、無理。倒した。倒した。
ここからでも加減全くできない勇気くんくるから大丈夫か、そういうこと聞く、僕は君の倍生きてる大先輩だからね、僕は君の倍生きてる大先輩だからね、よし行ったよし、4位行ってる、おい、おお、いい、結構モスですよ、マスじゃないやめてマジ、あらしたうっす、あらし、ダンツーマジ無理、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 怪我する、怪我する、いけます、東京海外までマジ、ありがとうね、ありがとう、よし、じゃあ今日はねりぼうさん、ね、来ていただいてありがとうございました、ありがとうございました、ということで最後にねりぼうさんからお知らせがあるということで、はい、私ねりぼう10月の27日、D スパイラルっていうその、まあ、格闘技の団体の試合があるんですけど、それの、このパンツとサプリを、なんと勝利者賞として、協賛します、よいしょ、立ち上がれっていう商品なんで、負けても立ち上がれっていうね、勝っても立ち上がれということで、はい、ぜひこれ対応してください、そんな感じで皆さん、ありがとうございます、ありがとうございました、試合頑張ってください、はい、頑張ってます、おっす、おっしゃ、ねりぼうさんでした、ありがとうございました、一生ついていきます、おっす、ありがとうございます、お前は頭痛い、10月2日ありがとう、ありがとうございます、マジ嬉しい、お前ははい、ありがとう、高かった、ありがとう、バイバーイ、どうだ、嬉しい、ありがとう、嬉しい、レイ、ここに塊みたいな、ありがとう、これ内心してるからって、目の白目のところが色も書いてあるね、ありがとう、ラッキーだよね、ラッキーだよね、はい、ありがとう、はい、だって、はい、ありがとう、ニーナ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 、見して、おお、嬉しい、うん、バッグに書いてもらった、どれ、うわー、いいとこに入ってくれた、これがチームのみんなで、チームのみんな、あ、もらった、こうやってやって、ほら、やってこうやってやってって言うし、はい、なんか不思議そうな顔すんの、なんか不思議そうな顔すんの、じゃね、見てください、昇った太陽、二度と沈まなくなりますよ、まあ、もう一回やめて、いけないじゃん、ちょっと取れてなかった、分かった、昇った太陽、二度と沈まなくなりますよ、いや、真っ暗やないかい、外受けろや、年度強い、いや、強いよね、うまいっす、付属
うわ、マジで。ボクシングがうまい。ボクシングめっちゃうまいです。ブレーキングのルールとかキックルールでもこう見えてもさ、まあ、体重も違うけど俺結構ミドルとか蹴ったの腰座りすごい嫌がってくれてよしよしとぶっちゃけ土足は本気でよいしょっつったら勝てるわ俺いや好きで嫌い体重関係なしいや大好き大好き大好きそれは大好き体重関係なしでよいしょだったら俺多分勝てるっしょだって顔面眉毛でいくでしょ痛っちょっとそれ見なかったっすね。このまま行ける。